牧野が高い位置を取っています。左を使って梅崎自分で突破、中にはポポがいる。ポポ先制浦和レッズ、立ち上がりの時間にまずはゲームを動かしました。ポポいいクロスでしたね。いやいやいや、すごかったですね。もうピンポイントであれだけボールスピードがあったら、ヘディングも自然といいヘディング、速いヘディングシュートいきますからね。浦和レッズでの初スタメン この監督の期待に応えましたポポ。まずは先制ゴール。レッズは今こうきれいにつないで崩したわけじゃないですけど、サイドを変えようとしたボール、相手にクリアされたセカンドボールをこの牧野が拾って、こっからはまあ梅崎ちょっと仕掛けましたけど、このボールはすごかったな。ヘディングも非常にいいコースに飛びましたね。さあ小宮山自分で運んで低いボール、坪井が跳ね返したボールは柴崎が拾います。ユースケ逆サイドへ折り返せそうだ、ヘディングシュート、追いつきました川崎フロンターレ。采配が当たりました、矢島の同点ゴール。まあ、狙い通りっていうか、まあ、三崎も言いましたけど、右からのクロスを小松っていうところですよね。完璧にこれはもう狙いと言いましょうか、采配ズバリですね。まあ、イメージの中にこうぼんやりとでもあることがもう選手がこう実現してくれましたね。田中裕介から逆サイドで小松、そして矢島が押し込んでいきました。小松は頭2つ分ぐらい出てましたからね。かもしれませんね。さあまた前線からショートカウンター、いいボールの奪い方だ。ファウルは流しています。レナト、レナト左足のシュート、ナイスキーパー。あーカード2枚目だ。あっとこれ阿部、先ほどでイエローカード1枚受けてましたから2枚目退場です。仕方ないですね、この2枚目は。そうですね、今のはこう本能的に。そして原口選手ではなくなりそうですね。そうですよね、浜田選手に声がかかりました。浜田がどうやら入るようです。ただ野々村さん、これ入っても入らなくても、川崎から1本で来れますから、電車で来た方も多いようですね。本当にたくさんの方が来られています。まあ、ゴール裏のフロンターレ側の一角はぎゅうぎゅうです。あれ、牧野またいやレッドカード。浦和レッズ9人です。くなりますよね。で、アナリビティみたいなところが生きればいいですよね。はい、矢島フィジカルが強い。矢島外を残した、田坂シュート、キャッチしました加藤。